底辺 YouTuber が改造中をぶっ壊す。お世話になります、ひとりでございます。私は先日中古ローム開封動画を上げたのですが、そこで改造ポケモンらしきものを見つけました。それで改めて改造ポケモンについていろいろ気になる点があって今回勉強してみました。改造ポケモンは私は存在すべきでないと考えておりますので、今回は改造ポケモンとは何なのか、どうやって見分ければいいかなど解説していきたいと思います。この動画では以下の5つのテーマで話していきます。1つ目、改造ポケモンとは。2つ目、改造ポケモンの問題点。3つ目、改造ポケモンの危険性。4つ目、改造ポケモンの見分け方。5つ目、改造ポケモンの対処法。この順番で解説していきます。それではまず1つ目、改造ポケモンとはについて話していきます。改造ポケモンとはどんなものかというと、ざっくり言えばゲームのデータを直接いじって書き換えることによって生まれたポケモンです。普通はゲームを進めていく過程でポケモンを捕まえて、それでデータが書き換えられポケモンを入手したことになります。このデータの書き換えをゲームを進めることでなく、プロアクションリプレイなどの改造ツールを用いてゲーム外からの力でデータ自体を変えてしまうのです。これがいわゆる改造です。ゲームといっても実際はデータですから、パソコンでファイル名を変更したりペーしたりするのが簡単にできるように、ゲームのデータを書き換えるのは知識があればそんなに難しいことではないのです。しかも今はありませんが、有名なプロアクションリプレイという改造ツールなどを使えば、このデータ編集を素人でも簡単にでき、改造ポケモンをいともたやすく想像できてしまうのです。実際私がまだ幼く友達のいた頃には、友達がよくプロアクションリプレイをやっていましたね。当時はゲームボーイアドバンスの頃でしたが、本体に何か器具を装着して分厚いコードが載った辞書みたいな本からやりたい改造のコードを選んで入力するっていう感じでした。当時の私たちは小学生で、小学生でも簡単に改造ができてしまったのです。よくダメ卵とかで盛り上がっていました。で、具体的に改造とはどんな例があるかというと、よくあるのが伝説幻ポケモンの入手です。特に幻のポケモンは映画館でしか配布されなかったり、通常のゲームプレイでゲットできないものも多いので、改造でゲットしようと考える人も多いのです。実際にこれは私が中古ローム開封で見つけた、おそらく改造の個体です。もちろんこれは私自身で改造したものではありませんよ。一見対して普通のポケモンと変わりませんが、こんな感じで存在するんです。あと色違いや6部位など高個体値のポケモンも入手できる確率がかなり低いですから、改造で手に入れる人もいます。改造は要はデータ変更ですから、ほぼ何でもできるので、他にもマスターボールを無限に入手したり、お金をマックスにしたり、能力値がありえないほど強いポケモンを入手したりする事例もあります。実際これも私が買った中古ローム、でマスターボールがマックス近くあったり、無限のチケットという珍しいアイテムがたくさんあったりしました。簡単にまとめると、改造は超ヤバいということです。それでは次は2つ目、改造ポケモンの問題点について話していきます。改造ポケモンはじゃあ何が問題なのかというと、もちろん改造の種類にもよりますが、基本的には個人でやる分には大きな問題はありません。ゲームを作った側の気持ち的には嫌かもしれませんが、もちろん自分で買ったものであり、ゲームは動物でもないので、それを煮るなり焼くなり好き勝手にやることは否定できません。時計を分解して楽しむ人がいるように、一人だけでデータをいじくり回すのは他人に何のデメリットも与えてないので、個人の自由です。その自由も奪うならそれはもうファシスト。ただこの改造ポケモン、改造データを配布したり、オンラインに持ち込んだり、大会に参加したり、改造を代行したりするのには大きな問題があります。まず改造を代行して販売をするのは逮捕事例もあり違法とされています。不正データを増やし、かつそれを元に利益を得るのは任天堂を妨害しているようなもので、当然いけないことですよね。改造ポケモンを配布することについては、ゲームバランス崩壊どころかゲーム自体の崩壊にもなりかねないので、大きな問題があります。例えば幻ポケモンが超大量生産され、みんなが全員持つようになったら、限定配布の意味も価値もなくなりますよね。そんな状態になったら、ポケモンが本当にただのデータみたいになってしまい、一定のプロセスを経て何かを達成するというゲームの根本さえ否定することになり、もはやゲームがゲームでなくなります。そういう哲学的な問題をはらんでいるのです。要はやっちゃダメ。また改造ポケモンでオンライン対戦をやったりするのも大きな問題があります。先ほどの配布と同様に、改造ポケモンを使うのは、特に異常な能力値のポケモンを使うのは、対戦のルール自体の否定になり、ゲームとして成立しなくなるからです。例えるならサッカーでフォワードなのに自分だけ手を使えるようなものです。自分だけ手が使えたらもちろんゲームを有利に進められますが、それをやったらそもそも足だけしか使えない人はゲーム自体がバカらしく感じるでしょうし、サッカーとさえ言えなくなります。ルールという制限があるからこそゲームはゲームであるので、改造を広めるのには問題があるのです。ちなみに改造ポケモンを使って大会に参加するのもご法度で、公式サイトには、株式会社ポケモンが開催しているゲームの大会では、参加者が通常プレイ以外の方法で手に入れたポケモンを使用した場合、発覚した時点で失格とし、今後開催される全ての大会への参加もお断りさせていただきますと書いてあるので、やる意味は1ミリもないですよ。あと改造が一
いけないのはシンプルに作った人が嫌だと感じてるからです。人様に迷惑をかけるなとパパママに習ったでしょ。それでは次は3つ目、改造ポケモンの危険性について話していきます。改造ポケモンの危険性を私の実体験で言えば特に感じませんでした。 Amazon やメルカリで購入した中古ロムにいた改造らしきポケモンのせいで何か不具合が起きたことはありません。また伝聞的な情報ですが、最近のポケモンソフトでは特に改造ポケモンを入手してしまったり、改造ポケモンと対戦することによって何か問題が起きるケースはあまりないらしいです。ただポケモンの公式のサポートサイトではこんな質問と回答がありました。その他ゲームソフトのデータを改造しても大丈夫ですか？そもそもこの質問自体よくゲームフリークにしたなと思うド直球の質問でめっちゃ笑えんですが、このような質問に対して回答としてこのような注意喚起がありました。一部で販売されているゲームソフトのレポートを改造する装置を使い、改造コードにより改ざんされたデータを含むポケモンおよび改造コードを使用して出現させたポケモンについてはゲームを正常に進められなくなったり、レポートが壊れたり消えたりする恐れがありますので使用を禁止しております。この通り場合によっては悪影響があると公式は示唆していました。また今でも一部では改造ポケモン到来で対戦しただけでデータ破損するぞ、交換でもらった瞬間に終わりだと言われていたり、制作側にデータが壊れるのが怖い、改造を永久追放しようとツイッターで過激に訴える人もいたりします。私からしたら匿名でそこまで熱心に訴え続けている人の方が怖いですけどね。ただ実際私がネットで調べた限りでは、ここ数年のポケモンソフトに関しては確実な証拠が伴ったデータ破損事例等は見つかりませんでしたし、 YouTube 等でも改造のせいで壊れたみたいな決定的な証拠となる動画は見つけられませんでした。 YouTube にはいくらでもポケモンをやり尽くしている人がいる中で、データ破損事例等はほぼ見かけられないことから、少なくとも対戦しただけで壊れたり交換で入手した時点で終わりという大きな影響はなさそうです。仮にあるとしても確率的にはめちゃくちゃ低いでしょう。実際2015年にポケモンのプロデューサーディレクターである増田純一氏は Twitter にてこのように発言しております。改造データでセーブ破壊に関する情報をくださった皆様ありがとうございます。詳しく調査しましたが、相手のデータによりセーブデータが壊れることは考えづらく、ハードも含め他の要因の可能性が高いと思われます。今回問題が起きた方にお願いなのですが、任天堂さんにお問い合わせお願いいたします。なので改造ポケモンを交換等で入手してしまっても過剰に恐れすぎる必要はないかと思います。もちろんだからといって自分で改造したり改造ポケモンを使ったり改造ポケモンを使う人との対戦を進めてはいませんけどね。最近は改造イコールデータ破損みたいに過剰に不安を煽られているケースが多いですが、心配しすぎる必要はないでしょう。それでは次は4つ目、改造ポケモンの見分け方について話していきます。ズバリ改造ポケモンを見分けるには、一言で言えばそのポケモンが正式なプレイで存在している状態かを確認するのが確実な方法です。主にそのポケモンのあらゆる入手方法やステータス情報を調べて、つまりググってその情報と照らし合わせ正規のものか確認するのがいいでしょう。ただ正式なプレイで存在しうる状態のポケモンの中にも改造はいるので、この方法だけでは全ての改造を判断できませんし、その判断できない改造は正直言って見抜くことは外からでは確実にできません。とりあえず見分けられる改造について具体的にどういう風に見分けるか、いくつかチェックポイントを挙げたいと思います。例えばかなり簡単なものだと、解禁されてない夢特性を持っていたらそれは完全に改造です。2020年3月現在だとガラル御三家の夢特性とかは解禁されていないので、グラスメーカーのサルノリ、リベロのヒバニ、スナイパーのメッソンがいたら改造だと断定できます。他にはありえない色違いであれば改造と言い切れます。例えば2020年3月現在ゼラオラは配布でしか入手できず、色違いは存在せず入手することは不可能です。ですので色違いゼラオラはすぐに改造認定できるわけです。基本的にこんな感じで、今そのポケモンが存在しているかどうかをググったりした情報などを元にチェックしていくことで改造かどうか見極められます。他のチェックポイントは代表的なものだと、絶対に覚えることのできない技を覚えているかどうか、ありえない個体値かどうか、捕まえられるボールかどうか、正しいレベルかどうか、出会った場所がありえるものかどうか、親名が存在しているかどうかなどがあり、多岐にわたります。しかもポケモンによっては入手方法が多かったり、限定配布も様々なパターンを行われていたり、バーチャルコンソール版限定のポケモンがいたりと、ポケモンによっては正確に見分けるには超膨大な知識が必要で非常に難しいです。ポケモン改造鑑定士みたいな資格があってもいいくらいで、実際改造ポケモンを持っていても気づかないことも普通にあると思います。ではここからは、実際に私は中古ロームを購入した際にたまたま改造個体らしきものがいたので、これを例に見分け方をさらに解説していきます。改めて強調して言うと、これは私が改造して手に入れたものでなく、たまたま買った中古ソフトに偶然入っていたものです。そこだけはご理解のほどお願いいたします。で、まずはこの色違いミュウですが、状態を見るとプレシャスボールに入っていて、親 GF、 つまりゲームフリークという感じです。一見いてもおかしくなさそうですが、 Google などでよく調べてみると存在しないことが分かりました。一応こういう親名のミュウは海外で配布はされているみたいですが、その配布では色違いは出ないらしく、その時点で改造です。しかもこの個体はよく見るとクラシックリボンもついておらず、改造と断言できます。ちなみに今現在色違いミュウは古びた改造を使い、
最果てのことにことでしかゲットできないらしいですね。なおこの古びた海図は期間限定配布のアイテムなので、完全に改造じゃない色違いミュウをゲットするには古びた海図があったとしてもめちゃくちゃレアアイテムなので、このアイテムから改造でないかチェックする必要があり、非常に入手困難と言えます。で、次はこちらのゼルネアスです。状態を見るとプレシャスボールに入っています。一応色違いは過去に配布されていたみたいですが、リボンがついていた上に親が XY&Z だったらしいので、私の個体は親名が違いリボンもついてないので改造っぽいですね。ちなみにそもそも親がオースラブ TBE っていうのが入ってる時点で改造濃厚と言われています。ただもちろんこれはふざけて名前を付けた場合もあると思うので、親名がオースラブだから改造と決めつけるのはやめるべきでしょう。他にも改造濃厚と言われている親名はいくつかありますが、実際に私がいくつか例を見たわけではないのでここではあげません。こういう親名が改造と言われているだから改造だと認定するのは下手すれば冤罪を引き起こすのでやめるのが無難です。それでも僕はやってない状態にしてはいけません。あとはこちらのルビーに行きまして、これも中古ロムのやつで私自身で改造したものではありません。でこのセルビーも改造濃厚です。これは一瞬でわかると思いますが、レベル2と明らかにおかしいんですよね。レベル2と低レベルで存在する幻系のポケモンはおそらくいないですし、最低でもレベル10での配布しかないので怪しすぎます。しかも出会った場所を見るとレベル2の時101番道路で出会ったと書いてあり、冒険の最初あたりで会えるのもこのレベルもおかしいので改造と断定できるでしょう。他にも同じようにレベルで見分けられる個体がいくつかいました。レベル2のライコー、これも絶対にありえないですね。あとはメタグロスレベル2もいて、メタグロスにはレベル45で進化しますから、もう完全に改造です。こんな感じで改造個体は見分けることができます。それでは最後5つ目は改造ポケモンの対処法について話していきます。実際私のように意図せず改造ポケモンを手に入れてしまうことはあると思います。最近は特にインターネット Wi-Fi が普及することで通信交換が頻繁に行われ、改造らしきポケモンを防ぐことは不可能なので知っておいて損はないでしょう。でどうやって対処すればいいかというと、よく言われているのはその改造ポケモンを逃がすことです。逃がすということはデータとして存在しなくなるわけなので対処法として最適と言えるでしょう。公式の対処法としては私が探した限りでは実は特に言及されておらず、唯一ポケモンホームのエラー時の対処法としてこのような文言がありました。改ざんされたデータを含むポケモンを逃がすことで表示は正常に戻ります。これはエラーの対処法として回答しただけであって、改造に対して直接回答したものではありませんが、やはり現状は逃がすことで対処するのがベストだと考えられます。先ほども言った通り、改造を手に入れてしまったり対戦してしまったりするだけなら過剰に心配する必要はないものの、それでも心配する方は疑わしきは罰せずとは言いますが、改造に関しては疑わしきも罰すくらいの感覚で怪しいやつは逃がしまくりましょう。ただ明確な証拠のある情報ではありませんが、一部では逃がすこともできない改造ポケモンもいるとの噂的な情報もあるので、その際ははっきり言ってどうにもできません。あくまでも噂的な情報でその個体に当たる可能性は低いと思いますが、もし手に入れてしまったらデータ自体を消してやり直すしかないでしょう。あとはこれを言ったら元も子もないかもしれませんが、そもそも改造を恐れるならミラクル交換、マジカル交換等を一切しないのがベストな方法です。さらに普通の通信交換もしなければ、改造ポケモンは自分で改造しない限り物理的に入手するのは不可能です。つまりどんなポケモンでも人に頼らず全部自分で手に入れるということが最も確実で安心できる改造ポケモンの対処法と言えそうです。なので一番の改造対策はポケモンへの愛とも言えるでしょう。結局は All you need is love デレレレレ All you need is love デレレレレ All you need is love 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 is all you need Love, love, loveLove, love, love Love, love, love Dun, tuk, dun, tuk, tuk, dun, dun Love, love, love。ポケモンウィキに書いてあったことなんですが、サンムーンのマリエシティのポケモンセンターで改造に関するネタがあるとのことです。実際に見てみましょう。飛んでいきましょう。はい、マリエシティに着きました。それじゃあポケモンセンター入ってみましょうか。私も初めて見るので、ちょっとまあ気になりますが行きましょう。どれだろう、少年だからこれかな？多分おそらくこの少年かと思います。DS みたいなのやってまして、ちょっと話しかけてみましょうか。じゃあはい。マジ？ミラクル交換でミュウツーが来たんだけど。で、改めて見てみますと、このように少年は言ってるんですけど、実はサンムーン発売時には、ミラクル交換でミュウツーを送ることは不可能だったらしいですね。つまりこの少年の発言のミュウツーは改造であり、その改造が蔓延していることを示唆していて、かつ改造を受け取っても気づけない少年を登場させることで、こうやって改造がはびこるんだぞと、私たちに訴えかけてるようですよね。改造に対して明らかに皮肉的なメッセージです。やはりゲームフリークもこう言いたいんでしょう。改造中をぶっ壊す。